ための暮らしやすい街づくりの取り組みを見つけに行く未来林林岡山。今回は北長瀬未来ふれあい総合公園オープン、そして下石井公園芝生化のお知らせです。こちらは岡山市北区 JR 北長瀬駅のすぐ近くにある北長瀬未来ふれあい総合公園。今私が立っている見晴らしの丘からは、公園の中心施設見晴らしプラザや、今月から利用できる子ども広場、芝生広場、そしてイベント広場や岡山ドームも見渡せます。人々が関わることで育まれる都市の森がコンセプトということで、とても気持ちいいです。すでに利用できるスペースに加えて、4月から公園全体が利用できるようになりました。今月から利用できるスペースの一つが鉄道乗り場。こんな風にすぐそばで走る列車の鑑賞や撮影ができます。その他、交流の庭は市民による園芸や庭づくり活動に利用できる空間、芝生広場は軽スポーツやピクニックなどの日常的な利用から大規模イベントまで、いろいろな使い方が期待されています。ところで、北長瀬未来ふれあい総合公園には災害発生時の広域避難場所や地域防災拠点としての役割もあります。緊急時に仮設シェルターとして利用できる東屋、マンホールトイレや耐震性受水槽、防災備蓄倉庫などを整備し、災害に備えています。北長瀬未来ふれあい総合公園の整備の目的について改めて教えてください。はい、岡山操車場跡地は健康、医療、福祉の機能とサービスを備えた環境づくりを進めてきました。その中心となるのが、緑豊かなオープンスペースを有するこの北長瀬未来ふれあい総合公園です。多くの市民の皆様にお越しいただき、スポーツやレクリエーションなどをお楽しみいただけたらと思います。岡山市中心部の下石井公園では、令和5年度末までの予定でリニューアル工事を行っています。グラウンドを天然芝生化するほか、ベンチを設置し、木陰のできる樹木を植える予定です。街中の貴重な空間である下石井公園が、皆様がゆったりと滞在できる憩いの空間になるようリニューアルを進めています。工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。